右へ展開、いい形になります。福田自分で行く、高木が来る、かわして右足振り抜く、ガンバ大阪 U23 に3点目。最後は飛田の足に当たりましたが、ただ福田がもう完全に最後はディフェンダーとの駆け引き勝ちました。ここからいい展開、右サイドで福田も積極的にゴールを狙っていく姿勢を見せました。西山との駆け引きに勝って、最後この鋭い切り返し、最後は飛田の足に当たりましたが、非常にゴールを意識した前向きな姿勢を見せました。